今回は、進撃の巨人で一番かわいそうな最後が誰か考える、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。かわいそうな死に様ランキング1位だと思う。あの世界そんなんばっかりだし。釣りの少年も負けてない。周りの人々も負けてない。104期の新兵も負けてない。心くらいは最後まで負けずにいさせてあげてよ作者よ。直前まで諦めなければ負けてないって奮い立たせてからのこれ。最近になってアニメ2期見始めてしょっぱなからこれでこっちの心も折れかけたわ。演技がマジで迫真すぎる。誰だよ、これ全部飲んだやつは。ライナーの傷口洗うのに使いました。放っておいても治るやつに酒使っちゃってたのが本当ひどい。見てほどじゃないけど城で食われたあの女の人の断末魔もきつかった。死ぬ直前に最高にわけのわからない疑問をぶつけられたんだ。そりゃ心もベキベキに折れる。嫌な死に様で考えたら地ならしを遠目に目視しつつ崖が迫ってもうどうしようもないのに赤子を持ち上げて助けようとしてたおばさんかな。あの崖に行くまでに無理ゲー感をひしひしと感じながらそれでも必死に逃げてきたんだろうし最悪すぎる。赤ちゃんバトンした人みんな崖から落ちてる最中ずっと赤ん坊のこと気になる呪いがかかるよな。この頃は獣がマジで怖くて。地ならしは本当絶望感すごい。人を食う化け物でもなく悪意があるわけでもなくただただ淡々と無機質に踏み潰していく様が怖い。地ならしは踏み潰されて死ぬ踏まれなくても巨人の発する高熱で焼け死ぬ生き延びても地ならしされた後の大地で食物も取れず飢え死にするの三択強制なのがふん。酒飲めなかったおっさんはあの世で飲めたから。どうでもいいけどおっさんではないだろ。ライナーの傷口洗うの何の意味もないからひどい。遠出の攻防自体が茶番すぎる。ベルトルトが巨人化する寸前くらいギリギリだったのに。ムクの食い方ってちょっとずつ噛んだり食べやすいようにししバラバラにするから意地が悪い。丸飲み個体も腹の中で生きてるからやだよ。でも漫画だと食われかけたシーンしかないから生きてる可能性は？アニメで丁寧に首がプッチンされる様まで書いてもらいました。優遇超巨大の足の森の中は高熱地獄だしな。ついだか背骨だか飛び出て虫みたいになってるハンネスさんが辛かったな。ジークはなんでこんなひどいことするの。やりたくなかったが世界を救うための必要な犠牲だった。ここ地味に間開けて多少落ち着かせてから一気に殴り殺すから悪趣味すぎる。アニメでお父さん申しませんから許してみたいなセリフ追加されたの誰だっけ。ああいうのめっちゃきつい。稲葉さんだか七葉さんだったかな。七葉さんだったかな。地味に嫌だと思うのが遠でお酒飲めなかった人が引きずり出された時の頭がツン。まあ殴り殺しにされるよりはマシかもしれん。サシャの村高で数メートルの巨人に生きながらじわじわと食われるのもつれいは人思いに一口で言ってくれ。なんであんなにゆっくり味わってんだろあいつ。みんなの食われ方もきつかった。消化不良で吐き出すこともあったよね。消化器官なんてないから知性巨人食った場合以外は咀嚼後の人間は吐き出すしかないのよね。ベルトルトのパッケオも見ててきつかった。地ならし体験版のうどいよね。マガトやキースはいい感じに死んでたな。地ならし巨人は土踏まずないのが殺意高すぎる。地ならしは人間どころか地上の生態系すべてぶっ壊れるよね。人間サイズにゆっくり食われた母ちゃんがトップだと思う。意識はっきりある上に逃げることもできない地獄。エレン食われた時に胃袋の中で生きながら溶かされてたモブ兵士もきつかった。ここまでどうしたらよかったかというルフが成り立たない漫画も珍しい。あえて言うなら早いとこ巨人化してリバイタイと共闘して女が倒すくらいか。豚を逃さなければとかになっちゃう。物語開始時点でもうできることが限られすぎてて島を奪還したあたりでどっちみち。ミケさんとかオルオさんは心のどこかでギャグキャラ補正働いてたからちょっときつかった。ここで作者はサディストだと確信した。かわいそうなのはいくらでもあるけどショッキング旅は1位かもしれない。死に酔うならダントツで未経生き様ならダントツでライナー。共通点声優の開演。ライナーって言うほどか。本当にかっこいいよ。言うて死んだ時には無念さがありながらもある程度ことを成した満足感を抱えながら死んでいけるあたり生き様は悲惨ではないところはある。生き様の悲惨さなら何事もなせずに無駄に死んでった兵団たちの方が悲惨じゃろうな。ポッコは成仏しろ。ミケはほんまかわいそう。ゲルガーもなかなかやな。自分たちの敵を治療したせいで最後の酒が飲めんかった。本当にライナーは最低だよ。こんな奴は早く死ぬべきだろ。ありがとうございます。 YN ドコーティワイ殿のジョークは大変高度な代物でした。しかしお客様は共通語が聞き取れなかったようなのであとは私にお任せを。
いや待て、慈愛を持って安らかに死なせたい奴の発言かもしれんだろ。自分の目が節穴だったらすまんけども。ダメに決まってるだろ。おい、なんでライナーが自演してる。継承される巨人になりそう。実際に継承者みんなボロボロになった巨人だしな。絆の巨人、死ぬ気で戦うことと死んで良いと思って戦うことは全く違うことよ。生きるために戦いなさい。たとえ明日がなくても。姫屋さんはエレンポイント高そう。コニーを助けたファインプレイだから酒くらい進呈してもええやろ。ミケさんは漫画で読んでたから耐性できてたけど、ナナバさんの網折り断末魔はすっごいダメージを受けた。ナナバさん大好きだったからショックと嬉しさで混乱した。おい後半おい、傷口に酒をぶっかけてくるやつだったり本当に悪魔だったよ。ベトベトン君も普通に悲惨かもな。やったこと考えれば仕方ないけど。あが最高に好き。普通に悲惨って言うなら作中の割が当てはまるよ。やることやってから些細な未練だけ抱えて死ねた芸術家とか、生き地獄から解放されたエルヴィンとか、誇りのある死に様を選べたマガトキースぐらいなもんで。ベロベルト君は巨人側への意趣返しにもなっているのが最高にひどい。下耳でもしないとベロベロン君もライナーと同じ精神障害発症させてたと思うと仕方なかったってやつだ。ちゃんと仲間意識もあったからこそ吹っ切れた矢印助けてのコンボが繋がったんだし。まあつまりなんだ、仕方なかったってやつだ。気の毒にな。党のエルディア人でさえなかったらやっぱりグロス総長じゃん。いや自分も差別意識が身についてしまってって言ってるじゃん。差別意識下に見てるだし後半はと一緒のこと言ってると思うんだが。悪魔の末裔は島民に向けた言葉であって仲間に対する感情はまた別で、ショベルトルトは弱気な性格だから戦う時は仲間への情を捨てて割り切ってたけど、普段は同期のみんなを大事な存在だと思ってるんじゃない。むしろ本当は悪魔なんて思ってなくて仲間だと思ってたからこその助けてだろ。あれ悪魔の末裔がっていう前にゲスミンが兄は今頃どうなってるかな、にチャーしてなかったっけ。あれはアルミンの発言が悪魔だったからベロベロとに同情する。使う先はどっちにするか選別して揉めてる間、放置されてただの蘇生の道具扱いされたのは人類とユミルの民で一番不幸だよ。悪魔は天使の顔で企んでるってやつだ。おい、なんでマルコが食われてるんだ。装備だけ奪われて巨人の真っ只中に放置とかいっそ切ってくれって思う。切ったらブレード調査でバレるからダメ。死体が残った時も怪しまれるからな。兵長かな。勝手に殺すな。俺も脈ぐらい測れるので。脈の前に最新話を読めばわかるだろ。お前はせっかく寝られたんだから寝てろ。起きてくんな。今から脳トレしてなきゃ兵長がマジで死んじまたら立ち直れないんだ。兵長の回想でもはや作中一番争うくらいには今や生きてても報わないかもしれないんだ。これが芸術か。死んだ方が幸せだろうから殺してやれ。俺も脈ぐらい測れるので見せてください。死んでるよ。七葉のアニメのお父さんって結局何やったんや。小さい頃に父親に暴力とか受けてそのトラウマが口をついて出たとかじゃない。尊厳破壊性別アピール宝塚みたいな美形だったけど、綺麗なまま足しなせないアニメ人にはダメな網折りだと思ってた。それがいいんじゃないか。あそこすごく興奮するよね。足ちぎられてんのがさらにエッチを加速させる。尊厳破壊性別アピール宝塚みたいな美形だったけど、綺麗なまま足しなせないアニメ人にはダメな網折りだと思ってた。あれ？テスト。落ち着け。お前さ疲れてんだよ。一番満足して言ったのはザックレイで、一番最悪な死に方はミケさんだと思う。あの芸術家いろいろおかしいよ。芸術家さんは死に方こそ悲惨だけど、生きてるうちにやりたいことやりきった上でのあれだし、ある意味大往生だよね。即死の時点で大体往生。即死が救い扱いされるような世界に絶対生まれたくないわ。くん、来世は英雄だよ。名前はそうだな、ライナー・ブラウン。ザックレイの死に様はまさに現代アートだよ。偉大なる芸術家はその死をもって自らの生き様を完成させる美しい感動、いたしました。ザックレイの死体も、ある意味芸術的な形であった。あの芸術家はもはや勝ち逃げラスボスの風格すらあるわ。爆発と死体の様子から痛みも苦しみもなく気づいたら死んでた状態だから、作中内で最も良い死に方だと思う。いろいろあるけど最後に頭潰された兄弟を見ながら踏まれた少年かな。覚悟ある兵士でも何でもないし、なんか知らん奴がごめんごめんべそ書きながら謝ってくるし、いや、謝るくらいならやめろやアホかって話よな。
どのみち同じ状況で殺されるなら、まだ相手が殺意マックスの方が変なもやっと感なくてマシだったんじゃねえのかあれ。相手が殺意マックスの方が何もあの少年には言葉通じてないし、逃げる人々を見るまで血鳴らしに気づいていない。おそらくユミルの民ではなく実行者も知らないんだから、そうと知らないエレンに対してもやっとすることはないで、所属者としての視点でもやっとしたっていう感想ならともかく、明らか人災の中で泣きながら謝ってくるやついたらは、何謝ってきてんだお前が批判か、謝罪と回覧しとっとと止めろやと明確に認識できないまでも、何か得も言われぬ気持ち悪さ芽生えるとは思うわ。俺はハンネスさんを押す敵を打つチャンスに何もできず死ぬ様はやるせなさすぎる。全滅覚悟して最後に飲みたかった酒の瓶を開けたら中身空っぽで、あんまりだーって嘆きながら死ぬ人もなかなかにひどい。ベシビシ柱の男に悪魔のレッテル押し付ければエルディア問題解決しそう最低。SDC でさえ第三勢力になれば救世主に思えるレベルで最悪な状況、誰でもいいから助けて。はははははは、何にも変わってねえな、お前は何にもできねえじゃねえかよ。直後に食われるであろう馴染みの子供二人が泣いてるのを見ながら負けてかじられる、これは芸のサディストですわ。ハンネスさんの死に様は進撃的には平凡な部類だけど、生き様の無様さでは作中トップではあると思う。あの人も地味にエレンポイント高いんだよな。壁が破られた最悪の状況でカルラを助けられなかったのは俺が弱いせいだって、信頼してた人に裏切られ弟を巨人にされる中で死んだコルトもかわいそう。ゲルガーさんも必死に塔の巨人倒し続けて、それでももうダメだと悟って、最後の最後に大好きな酒を飲もうとしたら空って哀れだった。しかもその酒はぶっちゃけ傷の手当ての必要なんてないライナーに使われてたってのが、本人は知らないけどなんとも無情。手当て受けた塔の相手はのんきに結婚しようとか考えてる、温度差がより悲惨さを引き上げたよね。かわいそうに進撃世界に生まれてきたこと自体がかわいそうだ。本当にその通りだから、ひどい来世はスクカー時空でみんな仲良くしてくれ。スクカー世界でもマルコは死んでるのが辛い。またジークの正しさが証明されてる。お前モテねえだろ、勝手に人の人生分かった気になるなよ。モテたことぐらいある。君は岩柱じゃないだろ、君はマルロなんだから。この世界に生まれてきただけで偉いって聖母が言ってたな。お息子、巨人に食われた兵士は等しくかわいそうな死に様だな。マルコマルコだな。殺される意味がわからなすぎる。殺させた本人もわかってないからな。恐ろしい未来が来ることがわかっていながらエレンに食われる選択しかできなかった親父の心境やいかに。今のところはミケトウドのしたたかな。地ならしに既視感あったけど、フリクリのメディカルメカニカだ。ミケさん漫画ならともかくアニメは一番ヤバいと思う。壁巨人に踏みつぶされた少年と考えたが、同じ境遇が数億人規模でいるな、仕方がなかったってやつだ。そうだろエレン、ごめんごめんなさい。今生きてる登場人物たちが生きてて幸せと言い切れないのが何よりひどい。これだけやったんだから、ジークやエレンが大往生して満足しは収まりつかないよな。やっぱりミケさんみたいに強者が心折られて泣き叫ぶ展開はなんか興奮するよね。正直今にも折れそうな状況を前にして必死に踏ん張って奮起したところをあっけなく折られるのいいよね。あのミケさんが泣き叫ぶところ、あれ初めて見た時なんていうか、その下品なんですが不勃起しちゃいましてね。これは持論だけど、人間の精神は絶望一辺倒には意外と強い反面、絶望と希望の緩急に脆い機関用の馬を投げられて屋根から転落する絶望矢印、巨人に足を噛み砕かれる絶望矢印、獣に一声で解放される希望矢印、装備に尋ねられた後掴まれる絶望矢印、装備を取られたが無事、希望矢印、獣が背を向けて去っていく、助かる希望矢印、過去の自分の発言と敗北を認めかけた今の集大に気づく絶望矢印、奮起希望矢印、やもう動いていいよ絶望矢印、やめて死亡、普通こんなジェットコースターされたらあもなる。しかも巨人が話しかけてくるイレギュラーで混乱してるし、でなおさら外伝高の話で食った後に消化できないから吐き出してる描写あったな。あれがあるせいで食われて亡くなった人々が余計に不憫に感じる。本編でも説明はあるよ。ミケさんは本当にショックだった。その分リヴァイがジークをボコった時は爽快だったが、ジークは変に生き残ったりせず、どうか無事に死んでくれ。名前忘れたけど、初期のラブラブカップルが片方死んで下半身ないのに現実逃避してるの辛かった。ハンナとフランツだと思う。ああいう現実を受け止められないのいいよね。最近のアニメでもコルトがウドが死んだことを受け止められずに死体運んでた。壁の外も宙も同じなんだ。なおもう片方も後に死んだ模様。なんかのイベントでエレンが犠牲者名簿で読み上げてたらしい。ケイ含めたらマルコかな。兄やめてくれよ、なんでなんでなんでだよ兄。
やらかした二人でやれていきだろマジであのゴリラ。ゴリラばっかり言われるが好きな娘のために自分がやると言えなかった腰巾着の方も問題だろライナーもベルトルトには無理だと思ったから兄にやらせた。マルコに関しては兄はとばっちりすぎてかわいそう。クシスやキースやマガト、ハンジと最近は報われてる感じの最後多いよね地ならしされてる人とイェーガー波動機は知らん。名前忘れたけどユミルと勘違い、された手帳の調査兵団。イルゼラングナーだったような最初の式書いてるところから絶望感がすごい。死ぬ寸前まで記録書いてたのエレンポイント高そう。ミケさんは絶望矢印奮起矢印サイド絶望の流れが完璧すぎる。折れた後もう一度立ち上がろうとしたの普通にすごいわあそこで脱落しなければ後の展開かなり変えれそうなポテンシャルといい普通の人間としては破格の強者だよミケさん。ミケさんいればジークが奪還戦で潜伏させてた巨人にも気づけた可能性あったしワインにも違和感覚えたはずだろうし本当に惜しまれる。ただミケが死んだあたりの展開って足止め獣と対談ルート回避できてもガス切れ必死の逃亡映画待ってるのがヤバいベテランへの殺意が高すぎて生き残れる気がしない。ミケさんはせめて話しやがれクソったれ畜生王みたいにせめて口だけでも反抗してたらまだ勇ましい。やめろうわーでもよかった。やめては完全に心折れててただただ辛い。カルラカナー平和に生きてきたのに夫の前妻に悪意バリバリで食われた。俺もやっぱこれだなー逃げてって叫んだ後の日常フラッシュバックから行かないでってボソッと出ちゃうのはエグいわ読み返しても一撃で泣く。何度読んでもかわいそうとか辛いとかじゃなく人間としての弱さと母親としての強さに打たれて泣く。こんな絵を何千枚も描き続けて精神を病まないのだろうかと心配になるけど病んでる気配が全然ない作者は一体どういう精神構造してるんだ。病んでたけど克服したんじゃない？状況直後は壁地元の外も人自分を束縛していた人と変わらない奴らがいてがっかりしたとも読み取れるしライナー格のが楽しすぎて精神振り切れてる説。しそ伊佐山ごめん。しそがビアマンホーライナー曇らせるのたまんねえ。昔はももクロ見ながら書いてた人だし今はわからないけど丸飲みも高温の中でゆっくり溶かされるという地獄だからな。こんなところにもサウナの影響が。兄にブンブン回された人バンされたくないなって死に方は兄のヒュンヒュン。ハンジさんも結構きつい死に方だったはずなんだけど天国っぽいところが描写されて無謀さが少し緩和されてたな。最後にいい景色見れたし雷槍使い切ってからも数体切り殺して時間稼ぎできてたし結果はしっかり残せたしね。やっぱ無垢巨人にむさぼり食われるのは辛いよ。描写だけなら悔いなき選択のイザベルも結構来るものがあった。カヤのお母さん家に入れる小さめの無垢に叫べなくなるくらい時間をかけて食われるの嫌だよね。直接の描写がないから上がりにくいけどかなり辛い死に方。巨人に生殖器ないの知ってたけど完全にも迫るクスにしか見えなかった。あれには性癖を破壊された。カヤのお母さんをゆっくり食ってた小さめの巨人コニーのお父さんなんだよな。ソースはアニメ原画展の設定書。サシャがカヤを連れ出したの確認したら巨人は食うのやめてサシャたち追いかけ始めてんだよね。あのおかんは子供が食われないように必死で耐えてて連れ出してくれて安心したから言ったんやろなぁと。ウドの死に方もエグい。単純に死に方もエグいしパニックになった民衆に無自覚なまま殺されるってのが巨人や戦闘員によって死ぬパターンがほとんどなこの作品の中ではすごく異質で怖かったよね。気絶して覚醒して気絶してを繰り返すの悲惨すぎる。こんだけ絶望的な仲間の死を積み重ねてたどり着いた壁の外が結局壁の中と変わらない人間の世界とかがっかりなんてレベルじゃねえわ。生きたまま食われた人たち全員あんまり比べるもんではないと思うけどスリの少年は一瞬で死ねてるからまだマシに見える。潰される直前は瓦礫に足を潰される激痛と大切な兄弟の死体を見せられる絶望のダブルパンチだぞ。スリをするような犯罪者は無様に死ぬのがお似合いっすよね。どれもこれも嫌だけど、意義なく苦しんで人間に殺されるのが一番嫌。グルシャの妹が一番不幸だと思う。グリシャの間違いだ白目それだけでショックなのに、後にエレンの回想経由でその死体をきっちり描写するのは、作者は芸のサディスト以上の悪魔だったよ。エレンが切れるという意味はあったから必要だけどさ、思い出すたびにテンション下がる。犬に食わせるのも巨人に踏ませるのも同じようなもんだけど、グリシャの記憶でしょっちゅう思い出してたのに実行に移せるエレンってすごい。予感はしてたけど。ミケさんの死に様見返すたびやっぱジーク許せねえって気持ちになるな。兵長ちゃんと殺してくれ。でも殴られて爪剥がされて死ぬのが一番痛くて嫌かな。グリシャの妹呼んでてやべえぞレマルプだと思ったら犬に食われて死亡は冷水ぶっかけられた気持ちになった。汚れた血の悪魔にレマルプとかお前正気か。
較的温厚そうな時計掃除のおじさんが老変するくらいに嫌われてるからな。そういうの考えるとライナーの父親は疲れてたのかなって。あのお母さんも若い頃はピークちゃんみたいな魔性だったのかもしれない。ライナーが会いに行った時マジギレしてたし、人種的には医者がグルなら簡単に騙せるレベルの外見らしいから、やった時はエルディア人だと知らなかったのかもしれない。へっへっへっ、汚れた悪魔の末裔を聖なるマーレ棒で浄化してやるぜみたいなパターンもあるし、一般人からすれば、なんかの拍子に突然巨人化するかもしれない連中だからな。本当に徹底して設定に隙がねえし慈悲もねえ。コニーに撃たれたダスどうしようもなさが個人的にポイント高い。ダス本人は直接的な痛みや苦しみは少ない部類だったと思うけど、ユミルやヒストリアが助けたところが印象に残ってたからすげえ悲しくなったわ。ダズはコスト良かったね。本誌追っててアルミンたち随分都合よく進んでるなってとこにぶち込まれたからほんときつかった。なんとなくこいつは物語上死ななそうって安全面にいるようなキャラが死ぬのはきついよな。しれっと生死不明だったサムエルも生きてると思った矢先にあれだから無情すぎる。まだちゃんと話し合っていないじゃないか。これ辛すぎるわ。フラッシュバックしてきた陰惨な幼少期と巨人に食われるという二つの絶望がごちゃ混ぜになって苦痛に満ちた死に方した七葉さん、かわいそうすぎる。ゲームオリストで折主がネームドキャラ何人か救助できるんだけど、だからどうしたって数の絶望未来で叩きつけてくるのひどくない？なお折主は相当に進撃能でどんな状況でも強い兵士であろうとするため、ウドガルド城でも熟練調査兵団に混ざって防衛するし、なんなら補給絶望だからって岩で死んだ味方の装備拝借してまで戦いに行くからね。なんならエレンに日記預けてとのするけど、ムクに囲まれてガス切れ&破全損状態からの叩きつけ食らってグリップ握ったまま突っ込んで死ぬからな。ゲームやってないけど、進撃を理解するためにはやった方が良さそうだな。キャラゲーに毛が生えた程度のもんかと思ってた。解釈によるけど、ラストシーンで何者かがボローに手を伸ばしてるシーンあるから生きてる可能性もあるの頭おかしい。彼の最後とてもいいよね。戦う意志を捨てない限りはやだー。やっぱ砂遊びおじさんは引っ張り出されて転がれるべきだわ。呪術師に後悔のないしはないって学長言ってたもんな。なんか混じってる気がするけど、きっとそう。なんかも何も呪術師の時点で混じってるよ。さあ、わからない誰の記憶だろう。ガチで存在しない記憶じゃねえか。かわいそうはいっぱいいるから選べん。ショックだったのはハンネスさんの死に様かなー。そんなに具体的にきっちり書くんですね、ドン引きみたいな。ちぎれた状態でちょっと意識あるっぽいのがまた。酒飲めなかった人は直後に頭打って意識失ったまま食われたのがせめてもの救いだな。ろくな死に方いねえよ。やっぱりミケさんかな。漫画で読んでて獣の恐怖と絶望をこれでもかって感じたわ。あと巨大木の森の女型船の掴まれて木で真っ二つになって捨てられた兵士もかなりかわいそう。地ならしで大地が死んでも海は深海まで巨人が行くわけじゃなし、海洋生物いるならなんとかなりそうだがな。それ、数億数十億年単位でリセットされてるんですが、陸上に生命が存在しなかった最後の時代はいつだと思う？オルトビス記憶年以上前だぞ。あれだけ巨人泳いだりしてたらゆでだこになってるんじゃないかな。ミケさんもひどいけど、網にビュンビュンされた人も相当かわいそう。調査兵団してる時点でろくな死に方しない。やっぱり巨人に生身の人間で襲いかかるエルディア人おかしいわ。アルミンたちを信じようとしたのに殺されたダズたちかな。こういう死に様があるからこそ、自ら死に向かっていく人や物怖じしない人たちが脱得も映るのさ。かわいそうというか、なりたくないのは芸術品。綺麗に死ねたやつを探した方が早い。キース教官は死ぬべきところで満足しできたけど、元潜水も全部見えてる状態でくるみ割りされるのきついな。苦しむ時間は長くないけど、友達の内緒話を立ち聞きしたせいで襲われる矢印、誰か来てくれたと思ったらそいつも裏切り者の仲間だった矢印。一思いに殺さずわざわざ起動装置外されて抵抗できず巨人に食われる。本人視点で考えると絶望のオンパレードすぎるだろ。壁外の戦争も地獄だけど、やっぱ調査兵団の死に様辛すぎるな。ミケとかマジでかわいそうすぎる。ミケ好きだったから、ジークもかわいそうだけど、こいつだけは個人的に許せねえよ。兵長起きて働け。地ならし体験版は草。地ならしの犠牲者だな。ただ毎日を懸命に生きていただけなのに、後ろが死んでいく恐怖に怯えながら踏み殺される。おは熱で焼き殺される。おは不毛とかした大地で餓死の選択を強制させられる。しかも兵士とか軍人とか命のやり取りをする仕事ですらないから覚悟もクソもない。
大量のモブどもとかよく知らんし、俺的には正直何人死のうがどうでもいい感あるから、あんましかわいそうじゃなかったな。見ず知らずの人が何万人何億人死ぬよりも、知ってる人が一人死んだ方が悲しいというか、関係ある人の死はそりゃ悲しいけどさ、そういう人たちの間で収まらなかったせいで関係ない人まで死にまくるって悲しいとかいう感情じゃ足りない。何も悪いことしてないばかりか関与すらしてないのに、死んだかやの母とか地ならしの犠牲者に対して何も思わないのは俺にはできないな。地ならししなかったら島の一般人たちが虐殺されてたな。国や人種って枠組みでの殲滅戦争の被害者なんてみんなかわいそうとしか言いようがないね。ゾフィアちゃん美少女なのに顔と上半身が下敷き、自分が死んだことすら分かってなさそう。マルロが出ないんだな。ある程度覚悟しての特攻だからな。この作品ではポイント低めかと。こうして見ると死者数多いな。私は犬に食われるのと巨人になったばかりのかつての仲間に追われて食われるのが悲惨と思ってる。同期ともグリッドハンジエルギン以外の調査兵団大体悲惨な死に方してね。キスもマシな死に方だったでしょ。ウドの死に方は最悪だと思う。あの時手を伸ばせば届くぐらいの距離にいたのに、人がいっぱいで近づけなくて、ウドの頭がどんどん潰されていくのをただ見てることしかできなかった。コルトとガギの絶望感もすごい。アニメ版のガギの悲鳴すごく良かった。今週のリカちゃんかな。シソユミルも相当では。娘たちに食われるってデバ包丁でカットされててひどいね。ガリアードはひどい死に方すると思ってたから意外だった。記憶覗いて真相知ったことがしっかりああいう死に方に繋がっていて、作者すげえなって思ったな。丸飲みされるのが一番ヤバい。胃の中で溶けるを待つ恐怖。エルビンが死んでいった兵たちを思い出すと必ず戦闘にいる三毛月。死に際の幼児対抗も非常に可愛くて良い。ニック司祭もかわいそうだったな。最初は狂人かと思わせておいて意外とまともな良い人だった。熱いよお母さん。ライナー直接関係なくてもライナーはダメに決まってるだろ。仕方なかった。あたりは高確率でコメントされててくさ。マルコでしょ。話し合ってもいないのに仲間に殺されたんだぞ。放映はされてないけどアニメ版のイルゼもきつかったな。やっぱりこれも声優さんの開演がすごかった。マルコかな。仲間だと思ってた相手から裏切られて話し合うことすらできずに食われて死んだ。やっぱりミケが叫びながら食われるのがきついな。ミケとベルトルト